さあ始まりました、しんしくんと清潔ツアー。本日ツアーの案内役を務めます、好きな音楽は第60回景気祭テーマソング、企画曲1年ヒカルです。同じく案内役を務めます、好きなキャラクターはピースくん、管理曲1年のミーナです。よろしくお願いします。この動画ではここ成蹊大学のキャンパスの魅力をツアー形式でたっぷりお伝えします。超見どころスポット目白押し、しかもとってもおしゃれなキャンパスなのでお楽しみに。そして現在私たちがいる場所は成蹊学園、そして成蹊大学の正門です。この正門を入ると欅並木と綺麗な芝生が広がっています。なんとこの正門前は有名なドラマの撮影地にもなっているんです。気になる人はぜひ調べてみてくださいね。そして今回は特別ゲストとして成蹊大学のマスコットキャラクターピーチくんが来てくれました。最初にやってきたのは成蹊大学の学生や大学を訪れた方々の憩いの場、海地カフェです。ここは普段成蹊大学の学生がおしゃべりをしたり課題をしたりゆったりするときに使われているんですよね。そうですね、僕もよくお世話になっている場所です。私もです。ここで課題提出に間に合うかどうか1分1秒の人を送り広げました。ちゃんと余裕を持ってやらないと。そんなごくたまに修羅場ともなっている小道カフェですが、あちらに大型モニターがあったりととても充実した作りになっています。それはすごいですね。カフェということはもちろんドリンクや食べ物も売っているんですよね。もちろん売っています。ハンバーグご飯といった食べ物からホットコーヒー、抹茶フラッペ、タピオカといった豊富なドリンクをあちらのカウンターから購入できます。ドリンクメニューについてこのチャンネルの食堂1万円企画の動画でも取り扱っていますので、ぜひご覧ください。メニューがとても充実していますね。私も今度ここで買ってみます。皆さんも成蹊大学に来た時はぜひこの小道カフェでゆったりと休憩していってください。それでは次の場所に行ってみましょう。続いてやってきたのはここ4号館です。すごく広いですね。席もたくさん。さあそれでは紹介していきましょう。この4号館座席数はなんと533席もあるんです。たくさんありますね。外観は曲線状になっていて他の場所にはない雰囲気が出ていますね。4号館はこの多いキャパシティとステージを利用して講義から講演会、コンサートまで幅広く対応している多目的ホールとなっています。今日は演劇部の皆さんがここで活動しているようです。実際にここで見てみたいですね。そしてここ4号館で収録した欅祭についてお伝えする欅情報局8月号という動画が当チャンネルで上がっています。皆さん見てくださいね。宣伝上手ですね。いいハングリー精神。ハングリー。それでは次の場所に行ってみましょう。さあ、続きやってきたのは成蹊大学のシンボルの一つ、本館です。レンガ造りでとっても素敵ですね。それに歴史も感じる重厚感もあります。そうなんです。この本館は大正時代の1924年に建てられ、現在97年という長い歴史を誇っているんです。え、すごい。もうすぐ100周年なんですね。そりゃあ歴史も感じますね。君の歴史も気になるところですが、ひとまず置いといて早速中に入っていきましょう。おー、おー。中はこんな
感じになっています。高級感がありますね。本館内部にはボランティア支援センター、学生支援事務室などがあります。どれも私たちの大学生活を伝えてくれる重要な場所ですね。そして2階には式典などの行事に使用される大講堂があります。とても素敵な場所ですよね。ということで、資料館にやってきました。とっても綺麗な場所。ピーチくん、どこが気になる？じゃあ、行ってみましょう。まずは、ここ成蹊学園の創設者であり、教育者の中村春二先生について紹介していきましょう。中村春二先生は、1877年3月31日に東京神田猿楽町に生まれた成蹊学園の創設者です。ここには画家中村常さんが描いた春二先生の肖像画や、昔春二先生が身につけていたシルクハットや制服などが展示されています。隣に展示されているのは春二先生の中学時代の友人、今村茂三先生と岩崎小谷先生です。成蹊学園を創設するにあたって、この二人も春二先生を支援しました。成蹊学園はこの三人が力を合わせ作られたものといっても過言ではないでしょう。春二先生は46歳で亡くなるまで、その生涯を教育に捧げました。人々は春二先生のことを教育界の偉人と称えたのです。詳しく歴史を振り返りたい方は、ガイダンスルームのビデオモニターがあるので、間隔を空けて座り視聴しましょう。2階に来てみました。では簡単に説明しましょう。2階には成蹊学園の歴史がわかる展示室が2部屋あります。成蹊学園の誕生から今までが紹介されています。1階のガイダンスルームで成蹊学園の歴史を学んでから見ると、より理解が深まると思います。先ほど紹介した中村春二先生の教育実践の内容なども知ることができます。気になる方はぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、ということで資料館の紹介でした。いや、たくさん貴重なものが見れましたね。ピーチ君はどうだった？ですが、資料館は現在休館となっていて、一般公開は行っていません。一般公開が再開した時に、ぜひお越しください。これにて資料館の紹介を終わります。ということで、ツアーはこれにて終了となります。皆さん、いかがだったでしょうか？成蹊大学のキャンパスの魅力が存分に伝わっていれば嬉しいです。さて、そんなここ成蹊大学のキャンパスで11月20、21日に第60回となる成蹊大学の学園祭、欅祭が行われます。こちら現地開催の他に YouTube 配信を行います。ぜひ皆さん見てください。そうなんです。欅祭の情報を今後このチャンネルからどんどん発信していくので、ぜひチャンネル登録をお願いします。ピーチくんもたくさん見るので、ファンの皆さんは必見です。それでは今回の動画が面白いと思った方は、ぜひチャンネル登録、グッドボタンをお願いします。
それではご視聴ありがとうございました。